先方出るのは、ニーチンアカネ、対するはハーティアエルザ。さあ、罰のあるかな対運のあるかな。さあ、ハサミハメがもしかしたら見れるかもしれないですね。開幕ガン攻めしていくアカネ、下段しっかりガード。さあが中段で崩れて画面端、ハサミを出してジャンプし、ここは勝利二択を突き砕きで拒否っていく。リビーヒット、ジャンプシーが裏回り。最近マジエルザのジャンプシー裏回りが見えないんだけど。さあグラディウスが決めて ABC しっかり最大ダメージ。テーダはジャンプシーで表裏二択をかけていく。ハーティアエルザ 2A2B ランケオラ、ここは 2A をしっかりこすって中段。もしレックザンちゃう魔人剣を出したが、昇竜使ったところにジャンプ B 刺して1本取るのはニーチンアカネ。ここでバースト、エルザ側がバースト、キクダキ。さあガーグラからキクダキ、満月落としを決めて置き詰めは、さあガーキャンは立ち A で割ってダウン追い打ち。さあ固まっているエルザ、なかなか抜けれない。ワンチャンスって 2A2A ヒット確認を見せてしまい、さあ 2B が出なかった。ここで満月落とし、昇竜拳。ここでラッキーが発動するか、ニュートラルホーミングジャンプ A で勝ったのは、リーチンアカネ、じゃなくて A リーグ、×丸2112ですね。ほんならどうしよっかな、台湾エコー連戦、エキサンディスさん連戦、バイスバイスチームハート、はい、エキサンディスさん連戦です。バイスバイスチームと、黒木さんと山さん、黒木さん山さんいらっしゃいますか。なんかフェイトやってる。まあ、マジで。さあ、ウンアカネとアイハート、ちょっと寄ってくる。下段、中段、そしてサイコロ、一連の流れを決めている高野茜。鉄拳パンチ、ここでサイコロ、サイコロじゃ運のあるかなによってカウンター指導となる。叩きつけて超サビ玉、裏回りシャンプイン見えない。だがここはホーミングがないので殺しきれずに、逆転の可能性のあるコンボを決めていく。さあ、さすがにバースト、このラウンドバーストを使ってしまい、お互い、EF ゲージがたまらない。アルカナゲージか。あっと、立ち A で前ガーキャン終わっていたがヒット確認できずに、2B の裏回ってから 2A で潰して先に1本取るのはジャパンハート。花なぎ。さあ、立ち B が9打の、さらに下段タクをかけていくアカネ。なんとか前側キャンで切り返して画面端を抜けて、今度はハートが画面端、ずっとハートのターンとなるか。サビ玉勝利2択はかけずに前側キャンで画面端を抜けていくアカネ。ジャンプ 4B ヒット、ここからつなげなかったが体力的に、おっとここでハートの下段が刺さって体力が逆転する。勝利2択はしっかりが、前ホーミング抜けて突き砕きから満月落とし、これで体力残り1割を切ったハート。ジャンシーからスゴ昇竜、だが根性中残ってジャンプ A をつないで勝ったのはジャパンハート。さあ、大将戦、ジャパンハートとドクター F リリカ。さあ、土のアルカナと木のアルカナ。
さあ開幕、ハートが触っている、スタがヒット、正座コンボを決めてエリアル叩きつけから置き攻めは、さあ 5E を読んで裏回り、 EF コンボを決めていく、ジャパンハート、通知パンよりスタの方が流して、さあ昇竜から久保昇竜、先に一歩取るのはジャパンハート。スチパン、ダンオイチが刺さって白坂と、ここで壁から裏回りの攻防撃を決めていくリリカ、2位をこすっていたが下段が刺さって下ヒットからエリアル、お互い距離を取っては近づいて、だが強襲してきたジャンプインがヒット、エリアルから、要石、スラカカとエリアル、ツチパン、ショージェノが当たって死んでしまう、一本取り返すドクターエフリリカ。E ボタンがヒット、画面端ハートが追いかけるがなかなか追いつけない、リリカのおっと 2B カウンターヒット、ここは確認できずに 4D をする、昇竜拳からコンボに行けず、とりあえずツタ、 2B 西井土パン、画面端の土パン固め、 2E で総裁取って 2A 入れ込みの 2A が空中のハートに引っかかる、ジャンプイン、さらにぶっ込みジャンプイン、ここでコンボを見せてしまうドクタイフ、裏回りジャンペイがヒット、ミスターキック締めがミスってしまう、中段ヒット、これは重たい、たまらず、バースト、ここはジャンプ C で長寿の時に搭載を取ってエリアルを決めて、赤いが必殺キック締め、ダウンを打ちに体力を回復していく、 2-0 ですね、 2A をこすりまくってしっかり 4D 勝って勝ったのは、ジャパンハット×の 0-2、 はい、ってことは東ブロリーラブチームと僕ら